こんにちは。今回は新大久保で激安の食べ放題ランチができる936牛サムというお店を紹介していこうと思います。新大久保で安くて美味しくてお腹いっぱい食べたいって人にはもうマジでおすすめのお店なので、ぜひねこの動画を参考にしてもらえたらなと思います。で今回はランチの時間を逃しちゃって夜になったんですけど、ランチの15時までに行くと1人1490円で食べ放題ランチを食べることができます。で15時を過ぎると500円だけ高くなっちゃうんですけど、メニュー内容は一切変わらないです。でここは新大久保駅から歩いて10分ぐらいで到着します。まあ、通りで言ったら食安通りっていう通りにあります。で道沿いに大きな看板もあるのですぐにね見つけられると思います。ただ看板はあるんですけど、その看板のすぐ下はねシャッターが閉まってるお店なので、えここ休みなんじゃないってね初めての人はね勘違いしちゃうかもしれないんですけど、ちょっとね左に入っていったらこう地下に降りる入り口があるので間違わないようにこう気をつけてください。で入り口はこんな感じで、こう牛サムはね地下の1階にあります。で階段を降りていくとこういう風にこうイテオンクラスのパクセロイとか愛の不時着のジョンヒョクがねお出迎えしてくれます。ここは混んでたらねお店の中にある表に名前を書いて階段で並んで待つ流れになります。で僕が行ったのはこう月曜日の7時ぐらいだったんですけど、満席で大体ね20分ぐらいで入ることができました。で一組ずつ店内でね座って待つことができます。で待って座るところにはメニューも置いてあって、こう何頼もうかなっていう風にこうメニューを見ながらね待つこともできます。で今回は一番スタンダードの牛サムギョプサルコースを頼みました。でこれはね3時を過ぎてたので1人1990円でこうメニューの中からどれでも1品好きなメニューを選ぶことができるコースです。で3時までに行くとね1490円でめっちゃ安いんですけど、3時を過ぎても500円だけしかアップしないので、まあ、別にいいかなと思います。でメニューはこんな感じです。でこの中から1人1品ずつねどれでも無料で頼むことができます。なので今回はプルコギビビンバとトッポギを頼みました。で通常だとねビビンバが1000円くらいでトッポギが750円くらいするので、めっちゃねお財布に優しいサービスになってます。でテーブルのセットはこんな感じになってます。でタレが5種類あって、コチュジャン、塩コショウ、ポン酢、オニオンソース、からしソースのこう5つの味がありますね。あ、それからこれが付け合わせのキムチと、で、あとが大根と玉ねぎと緑のやつの漬物です。まあ、味はね、どっちも普通な感じです。で、これがプルコギビビンバです。これ食べ放題のセットのおかげで一品無料なのでね、かなりコスパいいと思います。で、味もね、結構美味しいので、皆さんぜひ食べてみてください。で、飲み物はね、いつものウーロン茶390円とレモンサワー490円です。で、サムギョプサル完成しました。で、出来上がりまではね、こうタイマーで9分45秒測ってくれます。で、蓋を開けたりとか、タイマーを触ったりとかは、こうスタッフさんからやめてくださいねって言われるので、こう基本は触らずに店員さんが全てやってくれるのを待ちましょう。で、これがトッポギです。で、これもその1人1品無料で頼めるっていうので頼んだものです。で、トッポギもね、結構ね、美味しかったですね。もちもち感がすごくてね、腹持ちめっちゃ良かったです。で次はサムギョプサルのねレビューしていくんですけど、でサムギョプサルはねこういう風にね蒸されてるので油が落ちてね思ってるよりもさっぱりしていて、こうかなりね食べやすかったです。でタレは個人的にポン酢と塩コショウがこうツートップでね美味しかったです。こうオニオンソースはこう玉ねぎのね風味がめっちゃ強いんで、こう苦手な人もいるかもしれないです。でコチュジャンは普通に辛かったです。でからしソースはめっちゃ普通でした。でこのサムギョプサル結構ね量が多そうに見えるんですけど、蒸されててさっぱりしてるので結構ね女の子でもたくさん食べれると思います。でお客さんの層はですね結構若い人が多かったですね。で今回のお会計の合計は5346円でした。でランチはねさっきも言ったように500円安くなるのでね、ぜひ皆さんランチたくさん食べたいっていう人は行ってみてください。こう実際に食べた感じかなりね味も美味しくて満足度も高いので、ぜひ皆さん一度行ってみてください。でこの動画がね参考になったよという人は僕のやる気につながりますので、グッドボタンだけでもよろしくお願いします。それではねまた次の動画で会いましょう。さよなら。